水田に囲まれた鎮守の森。日本の稲作地帯では、現在でも、同様の景観が広く見られる鎮守の森とは、日本において、神社に付随して、境内やその周辺に、神殿や山道、廃墟を囲むように設定、維持されている森林である。鎮守の森とも、古神道における神ナビという神が鎮座する森のことで、神代、上代とも言う。 陳樹の森というのは、多くの神社を囲むようにして存在した森林のことで、森の字を当てることも多い。神社と書いて、森と読ませている例もあり、古神道から神社神道が派生したことが伺える。また、社窓と称されることも多い。現代において神社神道の身体は、本殿や拝殿などの締め縄の張られた社であり、それを囲むものが陳樹の森であると、 理解されている。本来の神道の源流である古神道には、ひもろぎ、岩倉信仰があり、森林や森林に覆われた土地、山岳、巨石や海や河川など自然そのものが信仰の対象になっている。神社境内や山中では、幹、枝ぶりが特徴的な樹木や巨木が神木と崇められている例も多い。神社神道の神社も、もともとは、 このような神域や、常世と現世の歯境と考えられた、ひもろぎや岩倉のある場所に建立されたものがほとんどで、境内に神体としての神木や霊石なども見ることができる。そして古神道そのままに、奈良県の三和山を信仰する、大三輪神社のように山そのものがご神体、神霊のより大とされる神社は今日でも各地に見られる。中には、 本殿や拝殿さえ存在しない神社もあり、森林やその丘を身体としているものなどがあり、日本の自然崇拝、精霊崇拝でもある古神道を今に伝えている。宮脇明によれば、陳樹の森は国際植生学会では学術用語として用いられるという。これらと逆に神社のために陳樹の森が作られた例もある。特に有名なのが明治神宮である。 台湾などからの研究で持ち込まれた樹脂もあるが、基本方針として本来その地にあるべき植生に配慮し、将来的には天然更新によって自然な鎮守の森らしくなるよう計画されたものである。なお、カスガ山は世界遺産に登録される際、この点が考慮されて自然遺産ではなく文化遺産とされた。鎮守の森は古くから そのような姿で保存されてきたと考えられている。従って、その森林植生は、その地域の本来の植生、いわゆる原植生を残していると考えられる。周辺の自然が破壊されていることが多い現在では、真珠の森が、かつてのその地域の自然を知るための数少ない手がかりとなっていることも多い。そのような意味から、日本の森林生態学では、真珠の森は重視され、 神社林、あるいは社寺林と呼ばれ、よく調査の対象とされる。その過程で、貴重さが確かめられ、天然記念物等の形で保護を受ける例も多い。そのような意味では、沖縄における宇多木に付随する森林も同様なもので、ある。ただし、完全に昔の植生を残しているとは考えない、方が良い。周辺が開発され、陳珠の森だけが孤立して残れば、 もともとは広く連続していた植生が小さく、切り取られたことになる。その結果、面積が小さくなるから、それによって、個体群を維持できない種も出てくることは大いにあり得る。地形的に渓流沿いなどは含まれないこともあり、古来には存在した群落からは失われる部分も多い。また、それに伴う乾燥化等も生じる。それによって変化する部分もあり、新たに侵入する種もある。 例えば神社によく見られるクスノキは、本来は日本の中南部の森林にあったものではないと考えられている。また、ケヤキやムクノキなどの落葉樹も、本州中部の平地以南では、極層林にはあまり出現しないはずのものである。さらに、こうした分断化された植生では、そこを生活場所とする動物の行動権が個体群を維持するのに十分のだけ確保できないことが多く、 植物群落以上に動物群集の劣化は進んでいると考えられる。植物は花粉媒介、種子散布などに特定の動物を必要とするものが多いため、こうした動物群集の劣化は様々な形で植生そのものの変質に関わっているとも言える。また、直接的な人間の手による格乱も行われる。境内には野生でない植物の植栽が行われる。 ことがよくある。また、森林内で木が倒れた場合に、それによって生じた隙間を、杉やヒノキなどを植え込むことで埋められることもよくある。近世の段階で、境内における林や資源の利用が進んでいたという報告もある。近年では、森林の下刈りや落ち葉がきを行う場所もあるが、このような手入れは、新丹林や人工林ならいざ知らず、自然の森林でこれを行えば、 荒廃を進行させるものである。あるいは周囲から削られたり、道路の拡張などによって森林の周囲が駆られたりすることがままある。その場合、マント群落や袖群落を失った森林は臨床の乾燥などを引き起こして荒廃しやすい。また、その部分の修復にコンクリート吹き付けなど安易で自然回復の見込めない方法を使うことが増えている。それでもなお、 いわゆる里山とは異なり、身近な森林でありながらも、人間の利用のために手を入れられる森林とは一線を、隠する扱いを受け、一定の存在感を持つ森であり続けてきたものである。近現代では、神道の神々に対する信仰が、抽象思考化したこともあって、鬱蒼とした鎮守の森そのものに対する数形の念は、薄れ、宇じ子などの信仰者にとって、神社の森は、 必ずしも必要なものとは考えられないことも多くなっている。中核となる神社が厚く数形されて、車窓林も保持される例がある一方で、道路改修や農地、宅地開発、保育所など公共施設の用地確保の際に、陳樹の森が削られることも多かった。特に市街地では森が全く失われる例もある。完全に鳥居と本殿のみからなる神社も存在し、 本来の自然崇拝を背景とした神社の意味は大きく薄れた。遡れば、明治以前は集落ごとに大小様々な神社があり、その多くに鎮守の森があった。これが大いに減少させられたのが、いわゆる神社合司令である。この結果、多くの神社が廃止されると同時に、そこにあった鎮守の森は伐採された。方熊楠は、当時から、 この伐採による大規模な自然破壊を危惧し、神社合祀に反対している。神社合祀は神社を行政村一つにつき一つだけに整理することにより、土着の信仰を国家信徒に組み込むために行われたものだが、一説には、その木材資源、あるいはそれに伴う、副産物の利権的獲得が目的であったとも言われる。特に、本州中部以南の神社には、くや、 タブノキなどの大木が多く、これが高額で扱われたのではないかとの説がある。また、細かい点で言えば、古くは神社の神木にはよくついていた、風乱や石黒の大株が、山野草ブームの煽りでほとんど見られなくなっている。似た例は、昔もあったようで、港区熊楠は、和歌山県のある神社で立派な着生乱の大株を、見つけ、喜んでこれを神主に説明したところ、 か主はこれを大いに宣伝した。これに対してせっかくの珍しいものをそのように宣伝するとは、盗まれてしまうと腹を立てた分が残っている。太平洋戦争後は国家振興の統制でなく国土開発の一環として陳樹の森を含む多くの森林が伐採された。その後、行き過ぎた開発への反省、過疎とバブル経済崩壊による土地不足の緩和、 解消により、森林など緑地を保全、再生しようという機運が高まって、ナショナルトラスト運動などにつながっている。陳樹の森についても、蒸気のような生態系保全という観点だけでなく、住民、観光客にとっての行楽や癒しの場、東日本大震災で津波の勢いを減衰させた、傍聴林としての役割が注目され、維持、再生に向けた運動が行われている。 祠を含む小さな神社で、神殿のすぐ隣まで、神家などが建てられている神社は除く。みそぎ神社建物、施設紹介ンナビ祭りについて読売新聞2009年1月10日12版6面、山田洋法上の全面広告、木を植えるマイナス21世紀の珍樹の森を目指して、宮脇明、NPO プラント、エリープラントラブサイト、なるみくにまさ。 小林茂、近世以降の神社林の景観変化歴史地理学48から1、2006年珍珠の森プロジェクト珍珠の森を、再び尺投げなど130本植樹に理帳、大里地区住民、佐賀新聞リブ2018年5月19日閲覧。ありがとうございます。